時田選手、お疲れ様です。お疲れ様です。町田に帰ってきてから初めてのトレーニングとなりましたが、いかがでしたか？宮崎が想像以上に寒くて、キャンプ中もずっと寒い時期が続いたんで、町田帰ってきて思ったよりやっぱしこっちの方が暖かいなっていう感じだったんで、気分よく練習できました。はい。久々に帰ってきて、グラウンドも、キャンプ前は雪がすごかったんですが、今雪がない状態です。何か他に変わったこととかありましたか？まあ、やっぱしキャンプ地は全部芝生だったんで、みんな気持ちよくサッカーできたと思うんですけど、ここに来てみんなちゃんともう一回人工芝っていう僕たちの環境の部分があるんで、しっかり気持ち切り替えてまた人工芝でやってやろうって気持ちでやったと思いますけど、はい。そんな中、今日はヨーヨーテストを行いました。若手にも負けず時田選手、2組目で1位を取りました。その点についてはいかがでしたか？前回のヨーヨーテストの時に全くできなかった、走れなかったんで、キャンプでコンディション徐々に上がってきてましたし、ちらっと横見たときにまだ20歳そこそこの選手が残ってたんで、若い選手には負けられないって気持ちで、頑張りました。宮崎のキャンプでは、12日間という期間でやってきました。改めて身についたことなどあれば教えていただきたいです。やっぱり相馬さんのサッカーは新しく入ってきた選手が慣れるのにちょっと難しいやり方をやっていると思うので、僕たち既存の選手が積極的にコミュニケーションを取って結構強く言うところもあったりして、教えながらっていうと、まあ、ちょっと語弊ありますけど、しっかり、コミュニケーションを取って今年のサッカーになるようにしました。はい。今週は14日に、トレーニングマッチを控えております。トレーニングマッチに向けて、練習でこうしておきたい、そういったことはありますか？宮崎でいい形でトレーニングができていると思うんですけど、結果に結びついてない試合が多いんで、残り開幕まで2週間切って少し僕たちもやっぱし焦りはできているんで、しっかり、結果にも内容にもこだわって今の時期はやりたいと思います。最後にファンサポーターの皆様に向けてメッセージをお願いします。はい。去年ホームゲームでなかなか勝てない試合が続いてしまったので、しっかり今年は開幕から準備して皆さんの期待に応えたいと思います。よろしくお願いします。お疲れ様でした。